皆さんこんにちは、しばれんです。初めましての方は初めまして。いや、久々に言ったな、この挨拶。はい、ということで、今回の動画なんですけど、ちょっとね、いつも上げてるような動画とはちょっと全く違うようなね、企画をちょっと思いついたんで、ちょっとやっていこうかなと思いまして、ハイフワールドのマップにいるんですけども、まあ、後ろにちょっと神社みたいなのもあるけど、ちょっとこちら、後ろ向きますね。ひょいっ。わー、すげーすげーってなるじゃん。ごめん、こっからだとよくわかんないかも。ごめん。ってことで、こちらのハイフマップ、祭りをモチーフにしたハイフマップでして、実はこの向こうにめちゃくちゃこう、屋台がずらーって並んでるんですよね。ちょっとまだ向こう行ってないんでわかんないんですけど、今回やる企画なんですけども、屋台 RTA! よいしょー!よいしょー!どういうこと?実は今日リアルの僕の夜なんですけど、隅田川花火大会。ってのに実は今日行くんですね。東京だとかなり有名な花火大会らしくて、僕はちょっと出身が宮城なので、ちょっとあんまり分かんなかったんですけど、まあただ行くだけでもまあいいっちゃいいんだけどね。屋台 RTA どんな内容かと言いますと、まずマイクラのこのハイフワールドの世界で焼きそばの屋台を見つけます。で、それをタイマーで測るんですよ。測り終わったら、次今日行く隅田川花火大会で焼きそばの屋台をこのマイクラで見つかるまでの時間より早く見つけたら、クリアっていう。ただそれだけの動画です。いや、結構ひどいね、これ、説明。ちょっと今、企画説明した瞬間、ひどいな、これ、と思っちゃって。大丈夫かな、これ。で、ルールとしましては、そうですね、マイクラの世界は、まずここスタートですね。多分、神社のここスタートで。リアルの隅田川花火大会は、ちょっと本当に、まずそもそも隅田川にも行ったことないし、花火大会すらもどういう内容でなのかわかんないので、屋台がちょっと見えてきたな、らへんからスタートしようかなと。はい、思います。はい、ではやっていきましょうか。それでは行きましょう。屋台 RTA、マイクラ版、スタートまで、5、1、スタート！さあ、始まりました。いや、始まりましたよ。もちろんクリエイティブで空飛ぶっていうのもなしです。ここから走っていくんです。ただ、まあ、スタミナ管理があるんで、まあ、ちょっとスタミナがあるんで、そうですね。まあ、そこはちょっとクリエイティブでやらせていただきます。あ、まあ、リアル考えたらクリエイティブじゃなくてよかった。いけない！え、なんか見えない壁ある！なにこれ？え、ちょ、壊す、さすがに壊す。ちょ待って、予想外。あ、ちょ、そんなこと言ってる場合じゃない。タイマー進んでるわ。おみくじ屋さんとか、うわ、すごいな、結構。思ったよりちゃんとできてるかもしれない。ここは？何？あ、練乳かき放題、かき氷屋だ。え、すげえ、思ったよりちゃんとしてる。焼き物屋台。なんだろ、焼き物屋台。焼き鳥屋か？焼き鳥屋みたいな感じかな？私が今食べたいもの、わかるか？これ何やこれ？バーおいおい、屋台でバー開くな。お、たこ焼き屋かな？すげえな。あ、思ったより全部あるかもね。あ、魚釣りや金魚すくいかな。焼くのはセルフです。金魚すくいを焼くってあるかな。あ、どうたこ焼き、エメラルド、明太子、エメラルド、ネギ、エメラルド、あ、ないないちょっと惜しいちょっと惜しいでも。エメラルド、ダイヤ、ビリオハイブ、いや、待って、ないぞ。あ、お好み焼き？あ、お好み焼き棒だって、うまいよね、あれ。ちょっと、いや、だからさ、ソウルファイじゃない。だって、やばい。さ、俺、本当に、ここ3年間、祭り行ってないんだよね、俺、マジで。もう、かわいそうで、祭り行ってないからさ、こう、久々すぎてさ、こう、祭りの、こういうの見るの。待って、意外とない！お勉強会って、祭りで勉強するやついんの？いないだろ。え？待って、焼きそばなくない？え？もしかしてだけ、焼きそばない？まさか。え、そんなことある？屋台といえば焼きそば屋みたいなのがあるよね。お好み焼き。あ、お好み焼き多いな。お好み焼き、多分大阪出身だろ、この制作者。多分大阪出身だな。あれ、屋台って焼きそば普通あるよね。え、ない？もしかして。わかんない。ないのかな？宮城が異常？焼きそば屋なんてすぐ見つかると思ってたな。なんか逆にこんなにあるんだったら。逆になんかかき氷屋とかお好み焼き屋がこんなに被るんだったらあると思っちゃった。なんでトロピカルヨーグルトなんて焼きそばねえんだよ。嘘だ、焼きそば屋ないってことある？嘘だ、祭りは焼きそば、あ、え、もしかして、あ、レトルトショップ、ないか。ドラえもんの食べ物屋だって。ドラえもんの食べ物屋がある。ドラえもんの食べ物屋があるのに、焼きそば屋がない。あ、え、あったあった。おい、かかりすぎ。いや、かかりすぎ、マジで。めちゃくちゃかかったわ。これ、うわ、ガチか。俺、ここ見てなかった？うわ、俺見てなかったんだ、これ。いや、何やってんの、俺。マイクラの世界6分ですね。これ、屋台楽勝なんじゃないの、これ。ということで、まあ、マイクラじゃあこちらで終了させていただいて、ちょっとね、シーンカットして、次、実写、行きたいと思いますので、リアルシブライン、どうぞ。いただければ見ることができますので、
よー、来た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 、屋台探すぞ。あ、これ無理だー。